昭和歌謡のね、はい、ゲスト三山さん来ていただきましたけども、はい、女の情念シリーズで ね、 そうですね、歌っていただきましたけどね、はい、紅白歌合戦、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。3回目ですか？かれこれ7回目。あ、そうですか、はい、連続で出させていただきました。うわ、すごいですね。けん玉3回目です。けん玉が3回目です。けん玉は、4回ぐらい、ね、やってるんですけども、まあ、中にちょっと失敗回もありまして。ああ、そうですか。そうなんですけども。やっぱり紅白決まるっていうのはやっぱりドキドキするもんですか、その前は。そうですね、やっぱりその1年間のこの集大成みたいなところもありますので、まあ、ドキドキしながらいつも発表待つんですけども、まあ、なんか正直ホッとしたなと、よかったと。そうですか、はい、どうなんですか、紅白の舞台ってやっぱりちょっとステージが大きいし、ちょっとこうふっとこう上がるものあるんですか。ちょっとそうですね、やっぱり年末のあのステージをこう盛り上げて、いい形で年を締めくくりたいと思っている方ばかりですから、スタッフさんも含めまして、もうピリピリ感がすごくあるんですよ。で、生放送ですし、で、一人当たりの時間もこうパチッと決まってますから、はい、僕もね、ちょっと裏を取材したことあったんですけどもね、はい、すごいんですよね、あの人の移動が。そうですね、すごいですね。あのダンサーとか、はい、もういろんな人がいる。で、AKB みたいにあの大きいグループがいっぱい出てますから、はいはい、ザーッと走ってね、あの舞台の装置も大きいですから、はい、動かしますみたいな感じでザーッと言って、はい、こっちザーッとこう、この生ですもんね。生のそれをこう見てて、わーすごい、わーすごいって言って、でちょっと前まではね、小林幸子さんのこの、はい、もうピラミッドみたいな、ね、大きな衣装が衣装がありましたからね。そうですね、はい、それでまたほらみんなね気合い入ってますから。そうですね、だからもう刺激受けるんじゃないですか。そうです、もう失敗は絶対許されないっていう、そういう思いで歌を歌ってますので、はい、そこへ持ってきてこうけん玉ってことになると、あ、もう二重のこのプレッシャーね。プレッシャーが、はい、でももう4回目だから5回目か。でも毎回あの必ずその舞台に立つ前に、まあ歌の確認ももちろんなんですけども、けん玉の確認を必ず膝で上げて膝で受ける、膝で上げて膝で受けるっていう、あれやっぱり基本忘れると手でやっちゃうんですか。そうなんですよね、そうするともう全く乗らなかったり。あれ膝らしいですね。膝が大事なんですよ。だからあれ小学生からやってると足腰が強くなって、はい、そうです、はい、これがそして体幹がいいです。よくなる、体幹が良くなる、はい、自分の中心を取りやすい。ああ、じゃあこれからはあれですね、どんなスポーツをやるにしても、はい、ちっちゃい頃にやっとくといいですね。一番やっぱ基礎だと思いますね。水泳の佐藤翔馬選手も実はけん玉をやってまして、けん玉やっとくとスケボーにもいいし、はい、野球ももう全部に置いていいんじゃないかと思います、ね、ゴルフにも何にでもいい、はい、バスケットにもね、自分の中心が取れますからね。大事なんですよ、中心が分かんないですからね。そうなんです、最初の頃は。そうなんです、そうなるとこう例えばゴルフやってても軸がずれ て、そうなんですよ、違うとことでファーっていう。じゃあゴルフうまいかもね。いやー、それがゴルフはちょっといまいちなんですよね。何回やってもなんかこうなんていうんですか、こうピャーッと糸がついてないから。糸ついてないんです。ゴルフ、そうなんですよ。あれ糸ついてたらうまいことカップインするんですけどね。そうそう、こうこうやってね。そうなんですよ。あー、やっぱり不思議なもんですよね。不思議なんですね。ねということで、紅白に向けてね、はい、これから体調整えて頑張ってください。はい、しっかり頑張ります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうも。